おはようございます。チレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。友人がね、やっぱね、友人はね、やっぱガチなゲームやとことんガチだなーって感じなんですよ。はい、うちの友人がヨッピーって言うんですけど、まああんま熱入らないゲームの熱入らないんですけど、やっぱ人によって趣味嗜好って違って、例えばポケットモンスターのアルセウスとかあったじゃないですか。僕ってあんまり図鑑埋めとかできないタイプなんですけど、彼みたいなタイプはポケモン GO もそうなんですけど、図鑑を埋めることとか色違いを手に入れることにはもうすごいヤッキーになるんですよね。僕はその逆です。図鑑とか全く埋めないけど育成とかしちゃうタイプ。だからなんか強いポケモン育成する、努力値振る、個体値粘るとか、そういうことをするタイプが僕で、図鑑完成とか積むのが彼なんですよね。この楽しみ方のベクトルの違いがね、やっぱね、へーって思う部分ね、逆になんかすごいと思うんだよね。図鑑完成、アルセウスさ、めっちゃ大変だと思うんですよ。だって、僕聞きましたもん。リングマンシー方法だって誰がわかるんですかあれ。おーあれ最近出てきましたよね、あなた。最近よく出番があるからの、わしもこれいいと。今回使っていくモンスター、サイレス、ゲモン踊る宝石って全員なんとですね、もう一度思っていますそれだけの理由で組まれただろ、こいつら。もう片方のチームはですね、ダンビラムーチョ、バル、ベルどうしてねえ、どうしてどうして彼を選んだの。今回はですね、俗に言うマイナーモンスター救済シリーズです。簡単に言っちゃえば。はい。正直なんですけど、僕のプレイって大魔王を超えて倒すことが多いじゃないですか。そう、性質上、状態時を持ったモンスターって、どうしてもね、なんだこれ。どうしても出演回数が少ないわけですよね。はい。なので、こんなことになるんですよ。いざ、バーキッドタウン始まったね。まあまあ、悪くない、悪くないよ。全然悪くない。よく先制した、ダンビラ。で、今回チーム1のコンセプトっていうのは全員魔法と、もう魔王に全く刺さりませんね。はい。痛いよーくそったりや開始早々強烈な当たり。さあ、行きましょう。炎の呪文、炸裂だー。さあ、はるかね、踊る宝石も魔法と思ってて、こうやって SP 選んだターンのターンが、ね、行動が地獄になるという決定を。痛いよー嘘でしょ嘘でしょちょっと信じられないぞ。いけ雷が落ちるぞー、せーの、はい、よいしょ、わーお1P チームはだから分かっていただけたと思うんですけど、まあ魔法トーンで全てのね、行動を無駄にすると。2P チームじゃあこれなんだとなりそうなんですけど、まあちょっと待って。まず 1P チームがね、魔法トーンだ、行くぜA ボタン、これは。さあ、まずは呪文が嫌いなんで。おい、行くぜ俺もちょ、どいつもこいつも。どいつもこいつも情けなくなってきましたね。なんか今日のゲームは。SP を使ったのがどうしても地獄になりやすいことから、僕のね、チャンネルではなかなか出てこないんですよ、こいつだって。まあ、一回目出たことあると思うけどね。行くぜ、あれ何してんのちょっと、わしづかみと漆黒する逆なのやめろや。あ今度は受けられたよ。さあ、健康一戦。攻撃力が、あれ間違えた、俺も間違えてる。ちょっと待って、今日俺ボタンミス多くね、居合切りしたいんだけど俺。ね、ダンビラムーチョなんてもう全然実況出てきてないじゃないですか。よくよく考えたら。はい、2P チームは実況ではあまり出ていないはずなんですよ、こいつらも。そこそこ強さは持って、なんか受けたんやけど。そこそこ強さは持ってるんだけど、実況出てないのが 2P。というわけで今回は集大成みたいなのがありますね。はい。マイナーモンスターたちがね、めちゃくちゃ出てきます、今日の実況。いけ炎の呪文、炸裂だー !SP を選ぶのが正直めちゃくちゃ怖いです、このチーム。4体行動を無駄に消費する可能性があるんでね、言っちゃえば。バルとベルが安定して攻撃してくれるんですけど、まあ、よくギリギリだぞ、これ。行くぜ、せーの、はい、よいしょ、いいねー、ベル普通に弱くはねえからな、言っとくけど。じゃあまあ普通に終わりですよ。ドラゴロムがもう想像以上に効いたわ。うん。ここまで効くとはね、いくらスライムジェネラルとはここまで効くと思わなかったぜ。いいぜ!うわぁ
でもなんか開幕2連休校で忘れてねえからな。このマイナーモンスターたちで大魔王に挑もうと思います。果たしていかほどになるでしょうか。私は不安でなりません。いやなんでやねんなんでやねんそうはならへんってね。一応新大魔王の方のデータでプレイしてるんやでさ、そうはならへんはずなんよ。まあ、前回もね、マイナーモンスター救済したいなって思って、まあ、虫チームを使ったわけじゃないですか。虫だらけのチームね。今回は、虫とか、なんか、別に対人戦だとそこそこまあいけるんですよ。ゲモン、サイレス、ハルカン。で、2P チームのやつは、対戦で見たことがない。見たことがないってこれ、早いね。まずは行くぞ、行くぞー、ゴー。なるほどね。まあ悪くないんだけど。お前よく説明してんな、さっきから。ちょこちょこ。素早いバイキルとは確かにね、理にかなってますよ。メラを唱えた、はい、ほい、なーラプソーニは確実にさせてないよ。はい、魔法刀行きまーす、行くぜーそれでもうね、マジックバリア俺が売ってる意味なくなるからね。お、ゲモンちゃん、来たね。行くぜ、闇の翼、深刻の爪、はい、よいしょー、ナイスよ、このゲームではもうゲモンが強いということを証明してやろうと思いますよ。あ、マジバした理由はこれです、ちなみに。マジバ刺さってますよね。4800しかない HP なんで、ちょっとね、耐久不安なとこあるんで、確定防御は丸いでしょう。このゲームでも、ゲモンは強いと。常に魔法カンタが2体いるんですよ、よく考えたら。このゲームでは全く意味ないんだけどさ。常に魔法カンタ2体じゃん。いろんな、モンスター的に見たな。行くぜ！はい！あふん！さあ、問題は、ここで凍てつく波動の分はかなりラッキーですね。今のところノーダメージ？オッケーオッケー。次、普通に行こう。普通に攻撃。普通に考えたら白身には負けないです。これは。いくらマイナーとは言ってもね、ちゃんと戦う能力は持ってるからね。2P チームなんて別に人型相性でね、草原森軍団で、悪くはないチームなんですよ。まあ、ただスペックはちょっと、ちょっとスペックが低いかなっていうぐらい。まあ、ワンの時代はまあね、踊る宝石も普通にいたんだけど、大魔王戦に向いてるかっていうとな、メラであんなダメージだしな。俺行くぜ！暗黒入ってっからね、漆黒詰めね。さあ、一射止め行け！急降下爆撃！おらー今日なんかその手の会心多くない？俺がなんか叫んだら会心出すのやめてくれる？音声認識の会心やめろや。行くぜ！いえ、この見た目で意外と早いんです、私。あー、シャコ、かっこいい！弱いあれかっこいいんだけど弱いな。ベルは、モンスターマスター称号でね、普通に気軽に使える一体ですね。うん。まあ、弱点はちょっと多いんだけどね。ただ、普通の脳筋タイプみたいな感じにちょっとモンスターマスターで使えるんで、結構愛用してたっちゃ愛用してたかな。気軽だし、使うの。空の彼方から隕石発射？大丈夫かな？物理耐性。なあ、おっと、ゲモン！ゲモンが。今回、なんか、前回の動画もなんかゲモン割と活躍してたよね。あー、これどうなったの？誰が食らった？ああ、1P チームが反対してる。だがしかし、いけ、大丈夫だ、いける。このターンに乗せれるよ。しっかり当てればね、このターンボタン押して終わりなんですよ。言っちゃうと、あまり縛りがないというか縛りがない。もう、何で遊ぼうかなって思ってますよ、僕は。いけ、健康一戦。いやー、イギリス。はい、いいよ。しっかりやっても大丈夫だよ。まあ、このターンに凍てつく波動の可能性あるんで、なんとも言えないんですけど。さあ、行け！サイレス！足掴み！いいよ！あー、情けない！常に魔法カンタ組が情けない！常に魔法カンタ組がひるむとはな。おーい、常に魔法カンタ組。さあ、バルベル残されました。いけ、石頭！行くぜ！上から、失礼！さあ、あと一発で泣いて、ベルが残ってますね。サイコキャノンから入っていく。もしかしたらこれ5つカードを引いてるとやばいな。勇気たまんなくなるのか。おー、じゃあ貯めとけ。ま、どっちにしろダメか。このターンに決めるのは無理ということで。まあ大丈夫です。これね、勝てて、もう勝ってるんですよ。ラプソンの行動パターン的にも、もう勝ってると言っても過言ではないというか。だってルビスするだけですからね。もうこのターンフルアタです。もう3000まで乗ってます。ルビスして終わりなんですよ。なんと締まりようない。やっぱ元々勇気
問題も解決できてるしね。普通に頑張ってたしね、ゲモンとバルも。いつこれはお遊びが過ぎる。お遊びが過ぎるよ。いけ炎の呪文炸裂だどうしてもハルカンここじゃな、活躍の場がな。まあ、ルビスしてるんで死ぬことはないっすね。もう見てるだけで。みんなの呪文体制を見ましょうかね。多分ダンビラムーチが吹き飛びます。ちなみに。ダンビラムーチが一番食らいますよ。ああうん。ダンビラムーチョってね、これ、こいつなんか知らんすけど暗黒に弱いんですよ。暗黒呪文に弱いんで、だから刺さらないんですよ。バイキルトをね、まあ素で撃てるモンスターとしては珍しいんですけど、珍しいなーで終わりですよ。まあまあまあ、まあ、愛があれば使います。愛で使いますよ。グレートオーラスなんかよりよっぽろマシですよ。会心さあし。グレートオーラスはちょっとね、うん。擁護できないんで。擁護できるっちゃできるけど、俺にかかればどんなモンスターも擁護できる。あ俺にかかればどんなモンスターも擁護してみせる。任せなさい。いけ大回転だ体まぶれて突進大キルトバイキルト5だ割とでもリニアかなってんな。先生バイキルトして、この二人が戦ってんだから。ダンビラムーチョ早いな、お前。意外と。やっぱ、その見た目に反してね。はい、勝ちました。これでは締まりがちょっとないような気がします。うん、感動がない。ドラマがない。カメラワークが全然か、ね、違いますよ。バーバラはドーノバダンテ。そしてゼシカはセーノバダンテ。いつも言ってます。セーってこっちのせいですよ。あっちのせいでもないですよ。ほぼもしないですよ。それ多分、そのネタ、もう今通じないのかな、もしかして。腰振ってフォーって叫んでるだけで面白かった。あの時代って何だったんだろう。ラプソンもちょっと腰振ってフォーって叫んでみない。なんか別のとこ行くか。